ただ力むだよな。力入れすぎない。引かない。それスピード上がってきたから力んでる。スピード上がってきてるよ。もうちょっとニュートラルで飛ぼう。で、じゃあ左ターンしようかな。90度。アップライトより軽くターンできるから。位置ね、ランディング場との距離感、横の距離感。高度に余裕があるから別に、今は別にシビアじゃないんだけど、あんまり出たり入ったりならないように頑張ってください。じゃあそこ、右ターンで180度。じわーっと入れて、あとは待っとけばいいから。待って待って待って動いていくから、あと左止めるタイミング考えててね。はい、また余裕で距離感。じゃあまた左ターンで切り返します。外の手と内側の手とうまく使って、はい、右手できちっと止める。はい、また距離感。そこね、もうアップライト持ち替えとこう。体を起こしてアップライト持ち替えて、で最後あとは右左で終わりだから、あとその右左のタイミングだけ。はい、右ターンで少し近づいてきて、そのままちょっと近づいてきてて、どうだろうかな。そのまま近づいてきてて、ちょっと右へ逃がそうか。一回ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ右へスライドさせて OK。 それで左しっかり沈めて、左へガチンと沈めてターゲット意識して、さあ立つぞ。水平落ち着いて、丁寧に丁寧に丁寧に、はい、全部ドーン。あららら、タイヤじゃん。